第30章、命のパン。次の日、大勢の人々がイエス様を探していました。人々は船に乗ってカペナウムまでイエス様についていきました。イエス様は人々がまた食べ物を与えてほしいと望んでいると分かっておられました。イエス様は人々に、人はパンを食べてもわずかしか生きられないとお教えになりました。また、命のパンという別のパンを探し求めるように言われました。そしてご自分こそがその命のパンであると言われました。イエス様は人々のためにご自分の命を差し出すつもりであることをお話になりました。そしてご自分に従って信じる人は永続する命を得られると言われました。